はい今回はですねパターの練習器具シリーズということで私がお気に入りのですねパター練習マットだったり練習器具をご紹介したいと思いますまず本目で使用しているパターマットなんですけれども2つあります1つ目はですねゴルフ量販店に売っているようなパターマットですただし1つ特徴はですね私は必ず線が引いてあるパッドを選択しますその理由はですねタムパッドラボでパターのストロークとかそういった癖を計測する場合でも 仮に線が書いてあってもですね、癖が出るっていうことが分かっているからです。まっすぐな線に対して、クローズフェイスに構えてインサイドアウトに打つプロだったり、上級者もいれば、逆にですね、オープンフェイスで構えてカットに打つという上級者もいます。なので、そういうプレイヤーの場合には、この線に対してのまっすぐというのが、もはや開いたり、クローズだったり、こういった状態がまっすぐだというふうに変化してしまっているので、線が引いてある方が。 より癖というのがか、ね、かるからですまたです、ね、初級者中級者の方がいいストロークを学ぶという上でもこういった線が書いてある方がより安定したストロークを身につける可能性が高いということでこのように線が引いてあるマットを利用します。 1> 1点ご自宅で練習するときにです、ね、注意していただきたい点は家が仮に少しだけ歪みがある場合曲がってしまうわけですよね。で家の傾斜が例えばちょっとスライスもしくはフックの場合にはです、ね、それをまっすぐだというふうに感じやすくなります。ですから絶対にです、ね、家で練習するときにはできるだけまっすぐな角度というのを意識しながら練習環境を作っていただいた方が癖が出ないかもしれないですね。 はいそしてですねもう一個最近お気に入りの練習マットがありますこのウェルパッドというメーカーさんから出ているマットですこのマットの特徴はですねまずカップに穴が開いていないとい開いてる方が便利だよと思うかもしれませんけれども実はこの開いていないことにメリットがありますこの先にですね 扇形のまあこれぐらいがナイスな距離感だよと四十三センチ前後というのが最もカップインする確率が高いタッチなわけですけれどもこのカップのマークをですね通ってこの扇形のゾーンに止まるというショートパッドの距離感も含めた訓練というのがこのマットでできますでまた意外とこのマット気に入っているのが打つ点がしっかりと決められていたり 若干わざと角度を振った点から打つ練習ができたりという実践的な練習ができるという点でこのマット非常に気に入っていて最近本目の練習場でも活用しているというマットです、はい、いずれも非常に素晴らしい練習器具ですのでご自宅で何か悩まれた時にはですねこういう練習マットがいいよねというところでご参考にしていただければというふうに思います。でまたですね 家でやれることいいいくつもあるわけですねで特ににストロークどういうふううやろうっていうのはかなり家でで練習できますこれ組み合わせなんですけれどもこれはもう今売ってないねこの色は今トゥループレーンはですねクリアーな透明の板で売ってると思いますこれはトゥループレーンっていう練習器具なんですけれどもこれ前のモデルですねこれとウェルパッドさんから販売されているウェルストロークというこれよくプロが練習場で使ってますよね。 これと組み合わせてこのようにですね立体を作りますこうするとですね平面的でもなければ縦だけでもないと非常に単次元的に動きを管理できるようになりますアドレス時のフェースのマークのところにきっちりとクラブを置いてですねこれを素振りしますでたまに止まってこの残像のあるクラブフェースのアングルをこんなもんかという感じでですね 自分の中に取り入れるとでなかなかですねゴルフの中で一番できないのがうまい選手の体に入ってそのフィーリングを感じるっていうのは難しいじゃないですか見たものを真似るのはできるけれども実際うまいプレイヤーがどんな感じで見えてるのかとかどういうフィーリングで打ってるのかっていうのは分からないですよね。 でも今この練習器具を使うことで一般的なストロークってこういう感じなんだよねというのが体感できるのでこういった練習器具は非常に役立つわけです。で前回も言いましたけれどもフルショットがなぜここまでの練習器が少ないかというとですね動きが複雑だからですよね。パターの場合には非常に動きが制限されているのでこのようにですね動きを作り込むことができます。 なので一般のアマチュアゴルファーの方がプロゴルファーに同等もしくは勝てる可能性がある分野といったら当然ながらパターだったりアプローチというのが最も早くプロレベルに到達する分野なのでこういった練習器具を使いながらですねクラブの動きだったり 距離感だったり、家ででで上手くなるという意味ではですね、こういったツールを使っていただけると非常に早くパターンが上達するということです練習器具がもたらしてくれる皆様への上達というのは非常に大きなものがありますから是非ですねご自宅で練習していただければと思います今回もご視聴ありがとうございますチャンネル登録いいねコメントもよろしくお願いします インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな